GE4-481 号機、側面中央部の白帯が、車体裾にある製造当初のフェードアウト塗装、全消灯は、丸型の原型、1983年 GE4-482 号機、初期の MGB 塗装、角型前消灯に改造後、2008年 GE4-482 号機、初期の MGB 塗装、列車フェリーを、牽引。 2007年 GE4-481 号機 MGB の現在の塗装2011年マッターホルンゴッタルド鉄道 GE4-4 型電気機関車はスイス南部の私鉄であるマッターホルンゴッタルド鉄道の山岳鉄道用電気機関車であるブリークフィスプツェルマット鉄道と合併してマッターホルンゴッタルド鉄道となる以前の古かオーバーアルプ鉄道が フルカベーストンネルの列車フェリーの牽引機として1979年に2両を製造した電気機関車で、レーティッシュ鉄道の GE4、4通型電気機関車をベースに、車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、主電動機の製造を BBC が担当した。サイリス体操制御により1時間定格出力1 7 0 0ット、 牽引力 113.8kN を発揮する、汎用機で18パーミルで350トンを、時速 80km で、牽引可能な性能を持つ。それぞれの基板と SLM 製板、製造年、機体名は、下記の通りである。レーティッシュ鉄道の GE4、42616号機。ありがとうございます。